松山市道後町の道後遊林荘で松山五行花会作品展心のつぶやきのままにが開かれています。五行花は五行で書く詩歌で、季語や字数に関係なく思ったこと感じたことをそのまま五行の歌にします。今回作品展を開催した松山五行花会は月に一度例会を開き、年に3回作品展を行っており、来年で25周年を迎えます。会場には会員が読んだ五行花、一人一首をパネルにした作品35点が並んでいます。五行花には2つの大きな特徴があります。一つは思いの詩歌と言われていることです。思ったことをそのまま言葉にして、それがそのまま歌になるという詩歌です。もう一つは呼吸の詩歌と言われております。その一行一行を呼吸と感じていただければ分かりやすいかと思います。例えば秋のコスモス畑に行って綺麗なコスモスを見たとします。ああコスモスが綺麗だと一行一呼吸で言う方もおられます。ああで区切って、ああコスモスが綺麗だと二行二呼吸で言われる方もおります。水波高原であったとすれば、ああコスモスが綺麗だ、秋の水波高原ということになりますし、美馬であったとすれば秋の美馬の里というふうになります。紙と鉛筆さえあれば3歳から90歳、100歳の方までいつでもどこでも五行花が作れます。毎月第2土曜日に愛媛県の男女共同参画センターというところでですね、歌会という例会をしております。たくさんの人が五行花を知っていただいて、そして参加もしていただいてですね、そして松山は俳句の里みたいなもんですから、俳句とは違ったこういう形の詩歌があるということをですね、多くの方に知っていただいて馴染んでいただいたらと思っております。もしこれを見て興味があったりすればですね、連絡先を入れとっていただければ、こちらから連絡をさせていただきます。月に1回例会をやっておりますので、ぜひ一度見学に来ていただいたらと思います。よろしくお願いします。会場に並ぶ歌から、会員それぞれが感じた情景や呼吸を感じることができます。この松山五行花会作品展心のつぶやきのままには10月30日まで道後遊林荘で開かれています。